これから皆さんにお送りするお話は、渋谷の寂れたテーマパークにある奇術館を利用した殺人事件。かつて夜通し繁盛していたそこは、様々な仕掛けを施した迷路のような部屋がいくつもあり、一度ドアが閉まれば誰一人制限時間内に脱出できた者はいないという。それを逆手に取った悪人がいました。旦那死んだんだな、残念だ。俺は今日金を返すつもりでやってきたんだ。たまんねえな。奴が奇術館を指定した。駅前じゃ人が多すぎてひでえしな。予定した時刻は8時、ところがなかなか来ねえから先に迷路の部屋で写真でも撮っていたらガチャリ閉じ込められた。だが見ろ、壁にかかった時計が8時20分、カメラが捉えてるアリバイは十分。被害者は千葉の海岸に埋められていた。死亡推定時刻は8時半。犯行後に穴を掘って渋谷の奇術館を行き来するのは確かに理屈が合いませんな。アップエンダウン、ニコのやつもすっかり騙して関係ない。分かってんだ、誰なのか。いずれは全て笑いざらい。どっちが本当の切れ者か。追求していく逃げ言葉、勇者飯捉えるのがさないし原型ない。だから浪せずしてうまくもらって Say goodbye。 浮かび上がってく人物が。確かに金は借りてた。だが奴は恨みもたくさん買われてた。100歩譲って仮にだ、俺だけを疑ったとしてもどうやって証明する？あの奇術館は入ったらなかなか出られない。あんたも挑戦する？結局外から助けられたのが明け方。つまり俺は犯行に及ぶことすらもできなかったわけだが、何よりも制限時間用にかけられてあった迷路の部屋の時計が8時20分、これが証明だ。その写真もう一度見せてもらってもいいでしょうか？またかよ、携帯の中でよ。何回見ても一緒でしょうが。確かに20時20分の前で自撮りされてる。だろ、これでもう釈放される。ところがこれセブンセグメントディスプレイなんですね。なんだそのセブンなんちゃらって言いづれ。このデジタルクロックの表記ですが、おや、ほくろの位置が逆のようですが。それがどうした？確かに証拠をあなたは残した。さて、もう勘のいい人はお気づきでしょう。非常に簡単なトリックでしたね。嘘つきは後ろから種を読まれるとネタがバレてきつそうということですかね。鏡は全てを見ていました。あなたは奇術館の鏡の部屋にいた。なんだ左右反転のほくろはごまかせないな。つまり時間帯も20時20分ではない。何？いいですか、数字には線対称の関係になるものがある。例えば1は1、0は0、8は8。だが鏡の前で数字の2はたちまち別のものに変わる。すなわち5。つまりこれは犯行5に取られた5時5分のもの。アップエンダウン、リコーのやつもすっかり騙して感じるな。分かってんだ、誰なのか。いずれは全て笑いざらい。どっちが本当の切れ者か。追求していく逃げ言葉、勇者飯捉えるのがさないし原型ない。だから浪せずしてうまくもらって Say goodbye。 浮かび上がってく人物が。出口はどっち？奇術か。いかがだったでしょうか。期日までに返済できなかった男の奇術館の殺人という物語。鏡の前では清くありたいものですね。ま、このお話は嘘ですけどね。